ちゃんのね、ベッドを借りてます。下ね、ちょっとパパがね、仕事で使ってるし、白コロがワイワイしてるのでちょっとね、机も来てない。はいはい、どうして、リミちゃん、今日は学校休みしました。でも、とっても元気そうですね。ずる休みですか？まあね、ずる休みじゃないんだよね。あのね、昨日、お昼ぐらいにね、学校から連絡があって、給食食べてない。そう、3時間目ぐらいに、りみちゃんが気持ち悪いって言って保健室行って、保健室でね、3回、吐いてしまったっていうので迎えに来てくださいって先生から連絡があったんですよ。でもびっくりして、急いで学校を向かってリミのいる保健室行ったら、リミちゃんがね、青白い顔してね、顔白かった、顔色めっちゃ悪かった。で、こうなんか半分寝ててぐでーっとしてて、ママ、大丈夫？と思ってで、帰ったんですよ、心配で、ね、で帰ったらさすがのリミもちょっと寝るって言って寝て、そこから2時間ぐらいはぐっすり寝たよね。どうなの？で、ね、でもお熱はなかったの、その時に、うん、ね。で、大丈夫かなってめっちゃ心配してたんだけど、なんか目を覚まして一発目に発した言葉がお腹すいただったんですよ。え、まあ、目、あの耳疑って「え、何、お腹すいたの？」って言って、そしたらなんか「うーん」みたいな感じだったから、じゃあリンゴでも食べるって、まずはね、いきなりほら吐いちゃった後だから、いきなりガツガツ食べるのだと思って、私だったらハンバーグ食べます。でもさすがに戻した後ハンバーグとか食べれないでしょ。またおえってなっちゃうかなってね、その時はまだ心配で。じゃあ納豆巻き。納豆なんでよ。で、リンゴをね、食べたんだよね。そしたら、まあ、いつも具合悪い時はやっぱ一つとか二つとか食べてもいいみたいな感じなんだけど、気づいたら一個ペロリと食べてね、丸々一個。全部食べたのって言って。ただその後ね、なんて言ったと思う。ママ、ツナ。ツナご飯食べんのって思って。しょうがないか。でもね、食欲があるってことはいいことじゃん。だから、あの具合もよ、あの頭も痛くないし、気持ちも悪くないし、熱もないし、とりあえず元気そうだったから、ツナご飯を、あの出しました。そしたらペロリと食べらげて、で、もうお腹いっぱいかなと思ったら、ママキュウリってどんだけ食べるね。本当だよね、あれさっきまで具合悪かったよねと思って、キュウリまでペロリと2本分ぐらい食べた。食べてないよ。1本ぐらいかな。リミ残した。あ、そっか、パパも食べたんだよね、残りね。でもとりあえず食べました、味噌つけてね。で、その後、比較的もうほんと元気で、パパはいいね。パパはいい。でも、一応ね、今日は、まあ、元気、朝も元気だったんだけど、一応ね、お昼ぐらいに戻して、学校紹介して、しょうちゃん大丈夫ですか？大丈夫ですか？りみちゃん、ちょっと暴れないで。ね、前日のお昼に早退してるから、やっぱりこう、なんか、一応ね、元気になって1日以上ね、様子を見てからの方がいいかなって思って、今の時期ね、ほら、いろいろみんな敏感だしね、見てお腹パンパン。ということで、今日は念のためね、お休みしました。まあ、今日はゆっくり様子を見ようと思って、はい、はい、でね、今日元気だったら明日から学校行きますということでね、先生にも伝えて、そしたらもう今日一日もう元気バニバニでした。ね、あり余ってるね、力がね。はい。でもよかったね、ひどくならなくて。っていうか、何だったんだろうね、あのお湯は。ねえ、だってあの学校で吐いちゃった以来、嘔吐もないし、具合悪いこと一回もないじゃん、帰ってきてからは。ストレスじゃね。ストレスかな。学校でストレス抱えてんの？テストテストも終わったじゃん。勉強ストレスなんですか？漢字やだ。漢字やだ。
でも漢字ほら94点取れたじゃん、だからもう、OK、でも私も今日保険のテスト漢字のテストあって、まあ、2連続だったの。マジで頭痛いしお腹痛いし耳痛いしさ背中痛いしもうさ、おい痛い痛いって感じだったの。何日だったの？まだ開示してない。明日じゃない？明日のテストはやったんだよ。本当に全部痛いの。足も痛いし耳が痛くなる。なんか中心かと思って。なんでそんなにテストの時に痛くなるの？いろいろストレス心配しちゃうじゃん私か。はい、まあ、リミちゃん学校休んだの今年入って初めて。しばらく本当去年もリミのクラス休んでる人いっぱいいる。本当私一人いたけど。リミちゃん久しぶりだよね、学校休みしたのね。本当にね、このさ、まあ、コロナとかで休校になってからもうずっと体調良かったしね。でもまだね病院には行ってないよね。病院に行くほど、まあ、大丈夫そうだったんで今回も病院には行かずに。応援の写真撮ればよかったね。だって応援の写真ってリミちゃん学校で応援したからママいないじゃん学校する時。誰も携帯持ってないでしょ。先生に撮ってもらうの。先生そんな趣味ないでしょ。さすがに。ね、膨らんでる。ということで、あのね、まあずる休みではないんですけども、今日は一日、まあ元気は元気だったんですけど、一応念のためということでお休みしました。まあ学校からもね、なるべくね。ちょっとでもなんか体調悪いかなって思ったら休んでくださいっていう風には来てるので、ね、今の時期さほらね心配じゃんいろいろと。でもリミちゃんはもうめちゃめちゃ元気です今は。ということでね、まあ良かったです本当に。一時はねなんだろうと思って心配したんだけどね。どうなの？そうだよ、ストレスだったら言うんだよ。ストレス何にもなかったもん。ないよね、お友達も優しいしね。ということで、まあでも久々に学校を休んだということですね。はい、でも明日からは元気に行けそうなのでよかったです。はい、はい、じゃあね、これからもね、まだまだ気をつけなきゃいけないから。明日お熱出たら？明日休みだよもちろん。わかんないよねそればっかりは。375以上出たらお熱だからね。375はダメだよね。375出たらやばくない？やっぱ普段375なんて出ないじゃん。375出たら病院に行くか、うん、家で安静か。そうだよね、とりあえず学校休みだよ。37度5、37度4までギリギリセーフ。でもなんか普段さ平熱が36度2とか3とか4とかなのにさ35か。でも37度4分なんか怪しいよね。うん、なんか37度5以上だって言うけどさ、結構37度3とか4とか出てもちょっとびっくりしちゃうね。はい、ということでね、明日からもまた頑張りましょう。っていうか明日いたらまた土日だけど。ね、はい、バイバーイ。あったよ。